にちは、平岡修之介です。それではウエストの運動を始めます。まず足を肩幅より少し上に上げていただいて、両手をこのように胸の前に持っていきます。この時に肘が水平リングに下がらないように、少し水平リングを上に上げて行います。このまま左右に肘でいくのですが、ねじった時に両手をまっすぐ上げていきます。この時に両手も水平よりも下に下がらないようにまっすぐ上げて寝ていきます。手を広げながら左右に寝ていくんですが、この時に膝と顔を正面に向けたまま行います。左右に寝る時の方が強くなりますので、しっかりと正面に向けて行います。この運動を腕と手と行います。それではその運動を終わります。